はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、始まりました幸せでないと、パーソナリティの菅原田です。川上瑞希です。はい、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。はい、世の中大変なことになってますけれど、収録久しぶりだな。久しぶり、このマスクをしてますけれど、はい、ねえ皆さん、まあ今日はそういう意味で、タイムリーなゲストに来ていただいてます。今、はい、テレビでも、まあ、いろんな番組でコメンテーターで、まあいろんな活動をしながら、出てある方で、まあ、友人でもあるんですけれど、素晴らしい方です。はい、エグシングスジャパン株式会社、松田浩太さんです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すべては一杯のコーヒーからでもおなじみのタリーズジャパンの創業者でもあられます。はい、有名な、ね、そして参議院議員を経て現在に至るんですけれど、まずはこのコロナのことですよね。そうですね。いろいろテレビに出られているその内容の一番の、まあ、キーワードのオファーというのはどういうことですか？やはりですね、このような状況になって、そのテナント型の事業を、まあ、営んでいるところはですね、皆さん本当にあの厳しい状況になっているんですね。はいはいはい。まあ、テナント型の事業っていうのは、まあ、いわゆるそのお店を出して そうですね、そこに、はいはい、あのお客様に来ていただいたことによって成り立つというビジネスですね。はい、なるほどね。コロナ禍によってですね、その人の動きがもう完全にこの制限されて、まあ、止まってたわけですね、最近まで。そうですね、最近はもうあの緊急事態宣言も解除されてですね、それでもね、徐々に出てきてますけれども、はい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 、それでもやっぱり人の動きがまだまだ、動いてないと、以前のようにですね。その状況の中で、まあ、そのテナント型の事業者はですね、どうやってこう生き残っていくべきなのか、そういう話をまさせていただいております。そうですよね。だ、当然飲食だけじゃなし、テナント型ということは世の中の一般の、まあ、お店すべてですからね。ほとんどの店、ね、そうですね、はい、ね、まあ、その中でも特にカラオケやライブハウスとかやったらもう一番大変になってるんですけれど、当然周りでご自身もされてるし、今でも、飲食中心でこういろんな社長を集められて今活動されてますよね。そうですね、はい、それをまた政府にもいろいろ仕掛けたりとか、まあ、はい、意見具申をされてると、あれはあれどういう活動っていうんですかね。あれは、うん、そうですね、あのあれはもともとああいう、まあ、あのグループといいますかね、プラットフォームみたいなものを作ろうとは当初全く考えてなかったんですが、はいはいはい、まあ、そういったテナント型事業が、うんうん、まあ、救われるためにこういう政策が必要なんじゃないかっていうことを、うん、まあ、私よくあの記事に、まあ、自分のブログとかですね、まあ、ツイッター等にこう書いてたんですね。うんうん、でそれをまあご覧になった、まあ、いろんな産業の方々がですね、お声かけいただいて、で特にその外食系の人たちがこう集まってきてですね、これはものすごくいい案なんで、これをまあ政府にしっかり訴えておこうじゃないかっていうことで、まあ、出来上がったのが外食産業の声、外食産業の声、ね、ですね、はい、あのゴーゴーカレーの、ね、ね、まあ、みんな、はい、串カツ田中さんだったりとか、ね、はい、本当に本当に大変でしょうね。本当に僕の周りでも上場企業はもう社長もたくさんいるんですけれど、まあ、まあ、友達で言えば大阪王子や鳥貴族やみんな富士フードさんや、まあ、当然大変ですけれど、ラウンドワンでもね、はい、あの1日閉めたらいくらの損失なんやっていう、うん、あとは、うん、まあ、いろんなことで家賃に特化してその辺を、まあ、中心にされてますよね。おっしゃる通りです。まず家賃ですよね。おっしゃる通りです。閉めてもかかるんですよ、家賃はね、はい、そうなんです。まあ、外食産業に限って言うと、うん、まあ、よくコストをしっかり管理しなくちゃいけないんですけれども、うん、その中でも特に FLR が大切だって言われてるんですね。 FLR、 はい、FLR、アルファベットの F と L と R ですね、はいはいはい、で F というのはフードコスト、フードコストね、原材料費ですね、はい、原価ですね、はいはいはい、そして L というのがレーバー、人件費です。人件費ですね、人件費、はい、そして R というのがレント、家賃なんですね。はいはいはい、でその F というのは、うん、お店を営業しなければそうです、ね、まあ、ゼロにはならないんですけど、はいはい、実はというのは仕入れてしまってもたくさんありますから、はい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 、例えば私が今やってるエグザンドシングスという、まあ、朝食パンケーキの店でいうと、はいはいはい、まあ、例えば小麦粉ですね、パンケーキミックスを大量に購入してますから、数ヶ月したらもうそれは全部破棄しなくちゃいけないわけですから、なるほど、ね、デッドになってしまうね、そうですね、はい、ですからそれはまあ完全なゼロにはならないんですが、まあ、お店がお酒とかはちょっと持つかも分かりませんけど、ね、そうなんです、まあ、営業してなくてもですね、うんうん、そういったまあコストは発生してしまうんですけれども、はいはい、ただそれはやっぱりだいぶ下げることができる、うんうん、その次の L、 レーバーは一、うん、人も解雇したくないという思いでです ね、 そうですね、はい、皆さんにお店がただないんで閉まってしまうんで、うん、その待っていただくといいますか、うん、その休業をしていただいて、うん、その間は我々が休業手当をお支払いするという形で待っていただいてるんですね。全額か何割とかありますよね。そうですね、そうですね、はい
でただそこに関してもですね、うん、このコロナ禍の時にですね、まあ、政府の方が比較的早く、うん、その雇用調整助成金といってですね、そういった休業手当に充てれるお金をまあ支給していただけるということだったので、うんうん、それもある程度助かったなと。助かったなと、はいはい、この第二次補正予算においてですね、うんうんうん、8330円この上限だった1日、はいはい、それを倍にすると、まあ、私は本当は3倍にしてくれと言ってたんですが、やっぱりどうしても外食産業でもですね、月収で例えば70万80万90万100万取ってる人たちも中にいるわけですから、そういう方々に、まあ、やっぱり今待っていただいているところもありますんで、それでも倍になったら、まあ、よく頑張っていただいたなっていうふうに思えるレベルだと思うんです、はいはい、で最後の R ですね、 R ですよね、このレント、はい、この家賃だけはね、ここがもうどうしようもないんですよ。私どももお店、直営でですね、20数店舗やって、フランチャイズも入れますと30店舗以上あるんですが、はい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 、交渉します。そうですね、で中には 10% とか3ヶ月間だけとかね、うん、20% 3ヶ月間負けてあげるよっていう、大家さんも非常に、ね、ありがたい事情分かるからと、そうですね、はいはい、ことを言っていただける方もいらっしゃるんです中には、うんうん、ただ、正直言うと 10% 下がっても例えば300万の家賃のところであったら月にですね、30万下がって270万ですから、ね、都内の家賃、都会の家賃は高いですけど、坪3万とか2万とか、1階ですからね、いや、1階でしたらもう5万6万7万ですから、ね、はい、都内の家賃は厳しいですよね。それはすごい、本当に、ね、かといって大家さんも結局借金でそのビル建てたりとか、うん、要するに支払いがあったりとか、はい、なくてもですね、限界もありますよね。そうなんですよ、分からんでもないという。そうなんです、だから 10% でも、事情がお互いあるわけですから、下げていただけるというのは非常にありがたいというふうに思って、感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、中にはどんなに交渉してもですね、あとは大体例えばファンドが所有されているとかね、そうか、バックグラウンドが分かってるわけですから、こちらは、いや、ここは十分資金的にもですね、もう余裕があるだろうというところは、逆にね、なかなか協力していただけないっていうところもいらっしゃるんですよね。結構事務的にね、はい、そうですよね、はいはい、1円たりとも負けないっていうところがあるわけですね。なるほどね。一番広いところはですね、はいはい、あるビルがあるんですけれども、はいはい、そのビルは、はい、路面じゃないんですけれども、うんうん、普通の商業施設は全部、例えば国であったり都の要請、うんうんうん、自治体の要請によって閉めちゃってますね、はいはい、商業施設は、あ、そうそう、ショッピングセンターとか、はい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 、でそういったところに入ってるお店は仕方ないんですが、うん、そうじゃなくて通常のビル、はい、で私どももですね、その通常のビルに関してはお店をテイクアウトだけでもやらせてほしいということで続けてたんですね。でも、あるビルはですね、テイクアウトもまかりならんと、うわ、全部閉めなさいって言って、ビルを閉めるからね、そうですね、もう入り口を閉めちゃうんだからって言われて閉めさせられたんですが、はいはい、4月5月ですからテイクアウトもできなかったんです。うわ、やりたかったんですけど、収入はゼロですよね。そう、そこはゼロなんです。不合理ですよね。そう、やりたいんだけどっていう、ところが一銭も負けませんって言われるんです、はい、家賃。あ、それなのに、そんな厳しい話しないですね。結構いますよ、そういう方々。わかります、わかります。うわ、いや、そんなもんですよね。しかも先が見えないっていうのが本当に怖い話ですよね。出口がわからないから、そう、 2,3 ヶ月後には良くなるって言われたらちょっと頑張るじゃないですか。おっしゃる通りですね。全く先が見えなくて来年かもしれないし、テレビでやってるのは、の老舗旅館とかもね、おかみが英断をしたと、今体力のあるうちに閉めますと、はい、ね、従業員に最後お別れのちゃんと給料も払える段階でもうどうしようもなくなったら無理だからと。で、確かに今ちょっと緊急、ね、大宣言も明けたけれど、さあってなってもお客入れれないですよね今。いや、そうなんですよ、うん、ね、今おっしゃったお話、旅館の話は、いわゆる廃業ですよね。廃業ですよね、もうやっぱり先が見えないので、もう今閉めてしまった方が、迷惑をかけなくて済むんじゃないかということで、もう店を閉めてしまう、そういう方々すごく今増えてますでしょうね。そういったところは倒産のリストとか、よく帝国データバンクさんであったり TSR さんが発表している、ああいったものに出てきませんの で、 出てないんですね、閉めちゃってますから。なるほど、ね、自分たち で、 でそういったところは今一気に増えてるですね、でしょうね、はい、それが今本当に私は心配といいますか、危惧していることで、心配ですね。日本の雇用もそうだけど、はい、もうなんか全体の心配ですよね、経済ね、本当にね。そうですね。あと、例えばチェーン店も数十店舗閉めますっていうところ増えてきてるじゃないですか。あるある、そうですね、ロイヤルさんとか大手がね、ワタミさんとか、ね、はい、スカイラークとか、はいはい、何十店舗閉めますと、はいはい、あれって私の中では、実は廃業と一緒なんです。ああ、そう、はいはい、どういうことですか。というのは、はい、飲食店って例えば他の IT 企業とか、うんうんうん、新しいビジネスっていうのは、うんうん、一気にこう拡大していくと、コストがどんどん下がっていくじゃないですか、うん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 、で最後は例えば同じ人数でお店会社を経営していても
まあ、利益だけはどんどんこう増えていくっていう仕組みになりますよね。そうですね。お店っていうのは1店舗行ってもです、どんなに店舗数が増えても1店舗作って、はい、そこに例えば店長、まあ、個店で言ったらオーナーみたいな感じですよね、がいて、でその下に従業員が何人かいて、はい、アルバイトが何人かいてっていうことにこうなるじゃないですか、はいはい、ですからコストってそんな下がらないんです、1店舗ずつ増やしちゃっても、はいはい、でそこの1店舗で雇用できる人数っていうのは毎回やっぱ同じじゃないですか、うんうんうん、20人必要だって20人ずつこう、そうすると個店と一緒なんです、1店舗ずつが。でそれが一気に60店舗廃業しますっていうのと一緒のマイナス効果があるんです。雇用をそれだけ失ってしまうだったりとか、ね、そうか、そうなんですよ。ですから店が一気にこう減っちゃってるんですね今。ですから、まあ、あの何店舗か閉めたっていうニュースはそんなに皆さん大事として捉えませんけれども、私からするといやあれは個展がどんどん閉まっていってるのと一緒だよっていう感覚なんですね。うわ、そうですよね。そうなると本当にこの先何ヶ月でどん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 長引いていて第2波とかも来るでしょうし、うん、はい、ってなっていったら本当に1年後都内を例えば歩いてたらもうシャッター閉まりまくりの街っていうのもありえますよね。いや、それも出てくるかもしれませんね。そうですよね。特に地方なんかはやっぱりもうすでにシャッター街になりつつあるようなところはもっと広いと思いますね。あと甲田さんが言うてるのはそのこのままではチェーン店しか逆に残らないんじゃないかとか、ね、そうですね、中堅のこうおしゃれでこうなんていうかな、味のある地域密着のいい大将がいる、うん、はい、まあね、職人さんがいる店が仕方なく廃業になってしまってという、そうですね、ことも出てきますよね、はい、寂しく、はい、ただ今ですね、うん、政府から出てる支援策は、うん、あの一応ですね上限で100万円まで月、うんうんうん、家賃分を支援しますよっていうところ出てきてるんですね、はい、ですからあの1店舗2店舗ぐらいのところは実はこれで十分助かった、うん、はいはいはい、まあ、全員じゃないですけれども、はいはいはい、だいぶもう助かるところが増えたなっていうふうに私は思ってるんですよ。店舗ごとに100万ですか。いや、あれ一社ごとなんです。一社ごとでしょ、あれ。そうなんです、ね、そうなんです。だから2店舗あったら50万50万で分けれると、そういうことです、そういうことです、まあ、都心だったらそれでも大変なところあると思いますよ、うんうん、2店舗やってて100万ずつだったら200万ですから、ね、都心だったらね、そうですね、でも地方はほとんどこれ助かりますよね。助かりますよね、うんうん、そうなんです。ですからあのそれは良かったんです、はい、良かったんですが、やっぱり4店舗以上とか5店舗以上やってるところが皆さん本当に厳しくて、で意外と面白いコンセプトでやってるところって 4,5 店舗とか10店舗とか多いんですね、うんうん、よくありますよね、 4,5 店舗くらいの規模感の会社って。そうです、美容師とかもね。そうです、うんうん、もう飲食に限らずそうなんです。1店舗でも100万だし、そうそうそう、5店舗やってても100万円、うん、そうなんです、一つの会社やってますからね。となるとちょっと厳しくなってきますね。ちょっとっていうかだいぶ厳しいです ね、 そ, ですね。それ私ずっと言ってきたのが、はい、もう上限50万とか最初言われたのは50万で、その次言われたのは100万ですから、うん、でそんな高くなくていいと、うん、10万にしてもらっていいんで、うん、1社じゃなくて1店舗あたりにしてくれないか。なるほどなるほど、そしたら10店舗のところは100万、20店舗のところは200万、うん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 、1店舗のところは10万、その方がフェアじゃないですか。本当ですね、そういうことも言ってきたんですが、うん、やっぱりあのダメだと、うん、なぜか1社あたりと。あとそれはすべからくすぐ現金が出てくるわけですか、お金は。いや、それはやっぱり時間まだかかりますよね。ちょっとかかりますよね、タイムラグありますよね。タイムラグありますね。で、うん、第二次補正予算ですけれども、うん、今言われているのが、まあ、いろんな整理融資とか政策融資出てきてますけど、それをまず活用してくださいと、うん、で活用して将来その分から返済しなくちゃいけないお金の分から、うん、その50万とか100万を差し引きますよっていうふうになってるんですね。そうなんです、後付けみたいな、うん、そうですね、多分ですから感覚的には今のスピード感、雇用調整助成金なんかを見てますと、うん、まあ、9月とか10月ぐらいにそれが少しバックされる感じかなと思いますけどね。本当に厳しい時代になってしまいましたね。ねえ、こんなことになるなんて、ほんとついこの間1月とかは感じませんでしたよね。いや、もうあの、我々も1月も絶好調で、2月は、ね、1月はそれは 、あの、はい、新年会もあるし、ね、その流れもあるし、あ、ね、消費税増税があったのが10月ですけど、去年の。でもそれで1回ちょっと下がったんですね。でも12月ぐらいからぶり返して、1月にはまた元の状態に戻り、ね、で2月はもしかしたら過去最高いけるかもしれないと。ああ、2月の単月ではですね。なるほどね。そういう状況だったのが突如2月の末ぐらいからガクッと落ち始め、3月4月とガクンガクンガクと落ち続けて、また3月4月で稼ぎ時ですやん。そうなんです。新刊、まあね、そうですね、ゴールデンウィークもありますしね。そうなんです、そうなんです。それはもう水木さんもそうですよ、ライブも全部なくなって。そうそうそう、まあ、僕なんかもミュージシャンなんてミュージシャンね、本当に廃業です、みんな。そうですね、まあ、僕も公演とかはなくなったけど、まあでもね、うん、まあ本当に店で家賃を払ってる人を雇ってる、
で、人をさよならって言ってもすぐにまた集まらないですしね、また心理的な問題も当然あるから。そうですよ ね、 なかなかね、だからソーシャルディスタンスを取って行かなければいけない、そのウィズコロナ時代になるから、客単価が上げないとやっていけなくなったりとかですよね。その通りですね、うん、ですから席数は減らさなくちゃいけませんから。そうですよね、満席になったとしてもお店が以前のように、それでも売り上げは以前のようにいかないということですね。絶対いかないですね。そういうことですね。はい、ここで、歌を挟んで後半に行きたいと思います、はい、須田まさき間違い探し。はい、ということで、はい、まあ、現実さすがにタリーズは何店舗まで広げられたんでしたっけ。私はあの320店舗まで。320店舗、はい、本当に、まあ、この話はね、次週皆さんご期待でゆっくり聞いたいんですけれど、ねえ、アメリカの一つの小さな店を、まあ、ここのコーヒーは美味しいと思ってきて300数十店舗で上場させて、まあ、その経験があって今回もこの、まあ、スタバも閉めてたり、まあ、持ち帰りだけになったりとか、もうなんか自分的にもこう心配ですよね、いろいろお店を見てたら。そうですね、いや実は今になって思うのは、はいはい、あのあタリーズ続けていたらよかったなと思うんですけど、というのはテイクアウト比率が高いんですよ。あ、そうだ、スターバックスにしても。あ、そうか、ですよね。ですから、あの例えばこういうコロナ禍の中でも売り上げが落ちてない飲食店っていうのはテイクアウト比率が高いところなんですよ。そうですよね、マクドナルド、吉野家、ケンタッキーフライドチキン。そうですよね、もともとがね、上がってるって言いますもんね。そうなんです、逆にマックはそうや、持ち帰り専門に、はい、そうですね、そうか、そこまでダメージ受けてないんです、ね、ですからね。あ、そうなんですか、はい、で私が、まあ、当時あの1997年から、はいはい、まあ、あのその直前に入ってきたスターバックスと一緒にこのテイクアウト文化っていうのを作ってきたんですけれども。なるほど、ね、今こそこのテイクアウト文化だなと思いますね。確かに本当にコロナで変わりますよね。変わりますね、この、うん、もうなんかもうビジネスの仕組みというか飲食もね、はい、もう今はもう街中走ってるウーバーと出前感、うんうんうん、はい、あとはまあ逆にコロナ追い風ビジネスの飲食っていうのもね、はい、本当みんながテイクアウトやりだしましたもんね。そうですね、もうデリバリーテイクアウトみんな一気にやり始めました ね。いや我が家でも気づいたらもう携帯で3日連続出前館ってありましたから先週3日連続社長に直々メールしましたけど、今回3日連続出前館素晴らしいという一言来ましたけどね、うん、ねえ、こういうことになって、うーん、なるほどね。でも時代の流れ変わっていくことはいっぱいあるけど、それに乗っていろいろ対策していかなきゃいけないっていうことですよね。まあ、そういう意味では、まあ、明るい材料というのはあれですけど、これからどういうコロナ後の飲食文化が生まれるんでしょうね、はい、なってくるんでしょうね、はい、本当にあの今までと変わってくると思いますね、うん、はいはい、と言いますのは、まあ、もちろんワクチンとか特効薬が、うん、まあ、しっかりしたものが出来上がれば、うんうん、あのだいぶ売上が戻っていくと思うんですが、うんうんうん、まあ、それでも以前の 100% に戻せるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと疑問がつきますよね。精神的にも席とかね、そうですね、やっぱり満杯ならない、うんうん、ね、そうですね、ぎゅうぎゅうでいいっていう、もう居酒屋文化がねちょっとやっぱり変わってくる感じがしますよね。そうなんです、うんうんうん、そうするとやはり例えばテイクアウトとかデリバリーを増やさなくちゃいけないということが一つの解決策になるんでしょうけど、うんうん、とはいってもそう簡単にイートインのお店がですねテイクアウトをやっても、うん、それでじゃあ売り上げどのくらい伸ばせるかっていうとですね、ですね、まあ、せいぜい 5% とか 10% ぐらいなんですよね。結局そこは素人なんですね、うん、素人というかあれやけど初めての試みで、はい、当然あパッパックもかかるやんとかね、うんうん、お金そうですね、いろんなことが今から開拓していかないと、運ぶということに関してのね、そうですね、リスクもある、そうね、そうですね、冷めるとか、はい、あのね、ちゃんと運んでくれるとかも、はい、だろうかとか、そういうことも自社でやるんだろうか、はい、だからそういう意味では、うん、大変だろうけれど変わりますよね、業種、はい、形がね。ただそこにやっぱりどうしても力を入れざるを得ないと思いますし、うん、はい、まあ、そういう流れではないんですけれども、うん、私もともとあの去年ですね、うんうん、あのクージュっていう新会社を設立しまして、はいはいはい、でここであの実は何やろうとしたかっていうと、うん、まさしくデリバリーとかですね、 あとはあのそのモバイルオーダーとかですね、なるほどなるほどね、その IT 化 AI 化、うん、これを考えてちょうど去年からやり始めたんですよ、本来でしたら今年の3月に、はいはい、あの実はコロナで亡くなってしまったんですが、リテールテックっていうエキシビションがあるんですが、そこであの一つ発表する予定だったんですが、なるほど、それもなくなって、まあ、あの残念なんですけれども、ただあのまた気を取り直してですね、今年のまあ7月ぐらいに、あ、なんとかこれも発表できないかなと今思ってやってるんですが、なるほど、あの新しいまあシステムを駆使してですね、どうやってそのお客様を増やしていくか、なるほど、そのまたたまたまですけどこのコロナが発生してしまって、もともとやろうとしていたものっていうのは非接触型なんですね、うん、であのそれもまあ実現できればですね、ちょうどその時代にマッチした、うん、あの仕組みになるんじゃないかなっていうふうに今思ってですね、いろんなことに
チャレンジしてます。本業大変なんですけど、ただまあ生き残った先にはですね、もし生き残ることができれば新しいことにやっぱりチャレンジしていかないと、うん、そうですね、もうダメですから。でもなんかこう飲食業界の中にがっつりとこうおられる松田さんがこう前を向かれてるっていうのはすごく一つ、うん、なんか本当本当、はい、すごくいい素敵なことですね。松田さんがね100人ぐらいいてほしいんですよ、うん、ねさあ、ね、時間が迫ってきまして、幸せでないと幸せワードを聞きたいんですけれども、松田さんの大切にされている言葉とかないですか。はいはい、実はですね、うん、もう以前からもずっと私は、うん、ノーファンノーゲインっていう言葉をですね、うん、自分で作っちゃった言葉なんですが、ノーゲイン、ノー、あ、どういう意味ですか。はい、もともとノーペインノーゲインっていうのが、知ってます、僕も、はい、その言葉大好きです。ですね、はい、アメリカ時代、私が高校生、うん、まあ、小中高とアメリカだったんですが、苦しみなくして成功なしですね。そうですね、はいはい、言葉が流行ったんですね。ああ、そうなんだ。で、私ちょうど部活でサッカーやってたんですが、はいはい、みんなで、まあ、初めはノーペインノーゲインだっていうのを走り回ってたんで、うん、走ってたんですが、うん、100メートル、100メーターインターバルとかですね、うんうん、でもなんか苦しくないと乗り越えないっていうのも嫌だなと思って、途中から楽しもうと、この苦しみをと、うんうん、だからさ、まあ、ノーファンにしようと、ペンじゃなくて、ね、楽しみなくして、そう、成長はないと、成長なし、あ、なるほどね、ということを自分の、まあ、一つの指針にしてですね、いいアレンジですね、素敵な言葉、はいはい、でこれもずっと今まで使ってきたんですが、こういう時代になってさらにやっぱりそう思いますよね。なるほどね、そうですね、やっぱりこの状況を、いや本当は辛いんですよ、うん、でも辛いんじゃなくて、やっぱりピンチはチャンスにしようという思いで、うんうんうん、いや、こういう状況になったから、こういう新しいビジネスにチャレンジできるんだとかですね、そう思いながら、うん、まあ、乗り越えていければなと思ってますね。ノーファンノーゲインですね。この言葉ぜひいいですね。確かにもう楽しまなければいい、こうアドレナリンが出ないというか、うん、ね、次のアイデアとかね、想像力とか、みんなで笑顔が出ないから、そうなんです、やっぱり笑顔を街中に戻さないといけないというのは経済の、ね、発展なんですよ。おっしゃる通りですね、最高なんですね、これがね、暗くなって後ろ向きになるとどんどんそうなっちゃうんですよ ね、そうなんですよ。だから、まあ、偉い政治家さんとか、まあ、都知事さんとか、みんなもっと笑顔でね、もっと前向きに ね、そうですね、みんなを、ね、うん、もう前をしかめるよりもね、やってほしいなと、はい、ということでまた来ていただいて、もういろんな話をもっともっと聞きたいと思います、はい、それでは、お別れは、須田雅樹のクローバーでお別れしたいと思います。はい、松田幸太さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、うん、飲食業界の貴重な、ね、お話が、いや、もうね、もう年はちょっと僕より下なんですけど、はい、本当尊敬する人なんで、また、来週来ていただいて、いろんな話を聞きたいと思います、はい、それでは幸せないと、また来週お会いしましょう。すごい新でした。川上瑞希でした。おやすみなさい、はい、おやすみなさい。この番組は東京23区エリアを中心とした FM ラジオ放送 88.5MHz をはじめ、インターネットのサイマルラジオを通して全世界でお聞きいただくことができます。幸せでないとは YouTube で過去の放送もご覧いただけます。幸せでないとでご検索ください。リスナーの皆さんからもご意見やご感想などをお寄せいただきたいと思います。メールアドレスは info@885fm.jp、 ファックス番号は 03-5634-0792。 皆さんからのご意見やご感想をお待ちしております。